私でもノーマル N1 初めて運転する。あ、そう、うん、初めてですね。これめっちゃ多いよ。あ、みん乗ってる人ですか。バカ売れだもんこれ。へえ、これあれでしょうね、対向車来ないでしょうね。当たり前でしょうがあなた。うわー、これ私この道も初めてなのに。大丈夫だ、俺の横に乗ってもう大体分かってるから。オッケーです。そう、オッケーじゃない。でもなんか今のこんなスピードで緩くても確かにあんまりこんなに高い車は私も乗らないんで、うん、振られるっていうのが分かる。ああ、うん、分かる分かる。おーおーおーおおやばい、これ運転してても分かる。うん、やっぱノーマルはノーマルだよ、うん、やっぱね、同乗者にはギャップをいかに吸収してるかっていうのは大事だよ、うんうんうん、あとこのロールね、いつまでもロールしてるとやっぱ同乗者がさ、うん、ずっとこう G を感じるじゃん。そう、なんか踏ん張ってなきゃいけなくて。面白い、面白い。ピピって言われた。おお、うん、これか。そう、ボワンボワンがノーマルはね、長いの。なんかね、2回こう、うん、もうもうっていうのがなかなかこんな荒れた道は運転しないけど、うん、でも日本の道もこんな感じだからね。だから雪国行ったらもっとひどいよね。あ、そうなんですか。そう、ここね、ここここ結構 G が来る。うん、来る。いいんじゃないの。なかなかよろしいですわよ。あ、本当ですか、うん、ちょっと土屋さん、人届けて帰らなきゃって思ってるから、うん、なかなかよろしいわよ。面白い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 。大丈夫ですか。気持ち悪くなったりしないですよ ね全然このスピードじゃさ、安全運転じゃんよ。本当によかったよかった。女の子の運転です。女の子の運転です。次モデル行ってみたいと思います。よかった、行って連れて帰ってこれた。全然飛ばせないもん、すげえ遅いんだもん。飛ばせないもん。さあ行ってみよう。はい、行ってまいります。行ってきます。行ってきます。あ、ほら、私ね、この上り坂がね、うん、いつも最初にやっぱ違うなって、うん、3台乗っても思うんですけど、質感ね、うん、さっきより運転うまくなった気がしてくる自分で。そうそうそう、ギャップの入力がさ、あとコーナーに入った時の G のかかり方が優しいわけよ、うん、緩やかっていうか、うんうん、あ、これ運転してるともっと違う、ね、なんか違った意味でわかる、うんうん、ほらこことか全然大丈夫、うん、ね、うん、これ安心感があるから、うん、さっきより全然スピードが高いもん。あ、さっきも全然あれですよね。さっきそうそうそう、だから人間ってそういうもんなの。安心してるから、そうそうそう、怖いと思うから、その怖い以前のスピードに抑えるし、うんうんうん、で、なんともないとスピードって自然に高くなっちゃうから。ほら、うん、全然いけちゃうじゃん。本当だ。ね。でいつまでもこう G が残ってないから。あ、本当だ。なんか振られ、なんか気持ち悪くならない。そう、だから横に乗ってて不快じゃないもん。あ、本当に大丈夫ですか、ね、うん。全然いけるいける。あ、ほらこのコーナー曲がってるのも安心して。いいね、いいね。いいですね。曲がってるね、水村。よかった。いいじゃん。よかったよかった。
これは、うん、いいわ、うん、安心できる自分で運転してて。そう、人間ってそうなの。あ、怖いかも怖いかもって言うと必然的にスピードが落ちてくるし、うんうんうん、この場合はもうさっきより全然高いからね、うん、だけどこうやってさ乗り比べると分かるじゃない。分かるね、うん、ほらなんかね、うん、自分で運転してても、ね、分かんないんですよ。あれどこだったっけって思って、うん、へー、だってさっきこういうドンドンっていうのが2回自分の中であったんですけど、うん、今あれと思って。そう、不思議、うん、なんか、まあ、ノーマルでも全然良かったんですけど、でも多分この道がずっと続いて、うん、例えばあのサーキットとか行く時あるじゃないですか、うん、仕事上でサーキットまで遠かったりとかすると山道ずっと運転してると、うん、このまあ何ていうの、縦揺れてくると逆回って疲れちゃうじゃないですか、うん、で運転してても疲れちゃうんですけど、うん、これだったら全然長時間行けるかも。そう、ギャップの吸収だとかさ、うん、コーナーに入ってた時の G の残り方とかさ、うんうんうん、そう、疲れない疲れない運転してて、うん、横に乗っててすぐ分かるのはスピードがさっきより高いっていうね、うん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 、でも必然的に自分で怖くないんだよ。そうですね、そう、そうそう、このコーナーも曲がる時に、うん、あ、なんかちょっとロールして揺り戻しみたいなね。そうそうそう、ないですもん、うん、だからノーマルと比べるとね、うん、分かるよね。分かる、うん、でもこれは本当に比べた人じゃないと分かんない。分からない、分かんない、本当分かんない。それこそ私じゃないですけど、こっちだけ乗ってても良さは分からないし、うんうん、そう、ノーマルだけずっとノーマルだけにねとどまって言ってて、うん、もうもったいない、うん、知らないの。これを知っちゃうとね、こっちのがいいやと思うけどさ、全然そう、知らないと分かんないですよね、うん、知らないな、これもったいないよ、みんな。そうなんだよね、うん、ただいま、お疲れ、お疲れ様でした、お疲れ、お疲れ、いいえ、運転が上手くなったみたい感じる、横に乗ってるとね、うん、水畑さん、運転が上手くなりましたっていう錯覚を起こさせる上手くなった気がします。あのね、うん、横に乗ってすぐ分かるのはもう多分恐怖感がないから、さっきよりもスピードが高くなってる、うん、で自分で気がつかない、うんうん、だからもうさっきはあ怖いな怖いなっていうスピードで入ってくる、うん、今はあなんともないんだっていう感じでスーッと普通に入ってくから、うん、やっぱ人間の体って正直だなっていうね、うんうん、で自分で運転しててもあこここんなに揺れたなって覚えてた場所があったんですけど、そこも気づかないでやっぱ自分で通ってたし、モデュールだとね、うん、いや運転上手くなったな、上手くなった、上手くなった、素晴らしいよ